こんにちは、ゆきろくです。さあ本日の動画はですね、こちら、はい、皆さんこれ知ってますかね。これトヨタのね純正のパーツなんですけども、今回このストレーキというパーツをね取り付けて、その後レビューをねしていこうかなと思っております。はい、皆さんストレーキご存知でしょうか。私もここ最近までねあんまり詳しくは知らなかったんですけど、てかこのパーツの名前がストレーキというのをね、ここ最近知りまして、たまたまねそのインターネットを見てて、ね、見つけて、あーちょっと取り付けてみようかなと思って今回ね購入してみたわけなんですけど、まずストレーキというものはですね、空力パーツの一つになります。まあ、ここ最近の車だと標準でもうついていたりするんですけど、どこについてるのかちょっとだけご紹介しておきますね。よしよし、ここかな、この辺見えるか、この86のフロントバンパーの下にねちっちゃいなんか羽みたいなのがあるんですけど、これです。これをストレーキと言います。はい、リア回ってきました。リアにもこんな感じでねついてます。ちっちゃいのが、これですね、ゴムのペラペラのなんか羽みたいなのがついてるんですが、これをね、ストレーキというらしいです。はい、まああんな感じで86にもですね、実はここのフロントのタイヤの前あたりと、あとリアのタイヤの前らへん、まあ、この模型にもついてるんですけど、ここにねちっちゃいストレーキがいるんですけど、もともとね純正でついてるんで変える必要ないんじゃないかってね、思われる方いると思うんですけど、まあ、私もね実際、まあ、そんなになんだろうな、もともとついてるからあんまり変わらないんじゃないのかなって、そこまでね期待はしてないんですけど、まあ、ちょっとインターネットをね軽く見てると、割とその効果があるみたいな記事をいっぱい見つけまして、まあ、そもそもこのパーツってそこまで高くないんですよ。これ純正のパーツなんですけど、1個900円、片側900円で、もう片方が900円、まあ、900円から1000円ぐらいですかね。まあ、送料込みでも、まあ、2000円ちょっとで収まるようなパーツだったので、まあ、物は試しということで、まあ、そこまで高くないので、ちょっと今回はお試しでつけていこうかなと思います。まあ、つけていくっていうんですけど、今はついてるやつを外して、で、こいつを取り付けるという形になりますね。でまたちょっとせっかく模型持ってきたので、まあ、このパーツがねどういった効果を生み出すのかちょっとだけご紹介しておきます。まあ、私も素人解説なのでちょっと間違っているところもねあるかもしれないんですけど、車っていうのはね、まあ、こんな感じで前走ってると必ずね前方向から風を受けます。で、まあ、風がこうピューとこう入ってきて、まあ、上は当然こう流れていきますよね。はい、で、風っていうのはまあ下にも入っていくわけで、こう下にねこうスーッとこう入っていくんですけど、タイヤって前進してると、まあ言ったら時計回り、まあ、この向きで言うと時計回りにねこう回るじゃないですか。でこう時計回りに回ると、ここにねこういう向き、ちょっとボールペンも持ってきたんでこれでやるんですけど、まあ、こうタイヤがこう回っていると、時計回りの向きでこのタイヤハウス内をこう流れるね風というか気流ですかが発生するんですよね。でせっかくこう風がこう前から入ってきてるのに、ここでね逆のフロント方向にこうね流れようとする風が発生してですね、結果的にこう前から来ている風とこのタイヤの回転によって発生するこの風で、この辺でね風がガッチャンコすると、こうガッチャンコするわけですね。こう風がこうガチャンとここでぶつかってしまうみたいなことが発生すると、でどうしてもここで空気のね抵抗が発生してしまうと、その直進安定性だったりとか燃費に影響したりだとかっていう、不具合というか、まあ、そういうあまりよろしくないことが起きちゃうわけですね。でそれを防止するためにここに、ストレーキというものが、ついてるわけですね。純正と比べると結構なんていうのかな、ここの幅がね長いんですよ。まあ、純正比でいくと 50% アップぐらいかな。純正が多分これぐらいなんですよ。なんでちょっと伸びたかなって。であとはここの幅ですね。ここの幅も多分純正だとこの辺なんですよ。見た感じ。そうですね。7、8センチぐらい伸びてるのかな。なので、まあその辺で、ね、違いがあるので、どういった効果が出るのか今回は検証していこうかなと思います。
はい、無事に取り付けが終わりまして、まあ、これから軽くね走行レビューをしていこうかなと思います。と取り付けた後、まあ、ちょっと別で用事があってもうね辺りはなんかだいぶ暗くなってきたんですけども、はい、すいませんちょっと映像が見づらいかもなんですけども、まあ、取り付けた後、まあ、どんな感じなのかっていうのをお伝えできればなと思っています。今は普通に下道を走ってるんですけど、どうかな。もともとね86のフロントバンパーの下にはねちっちゃいのがついていたので、なんだろう、まあ、それもあってかあまりこう下道に関してはそこまでなんだろう違いっていうのはごめんなさい正直わからないですね。まあ、せっかく取り付けたんで、まあ、これからちょっと軽く高速走っていこうかなって思ってます。ちょっともうだいぶ暗いんですけど、まあ、高速道路で、まあ、ある程度スピード出した状態だと、まあ、どれぐらい、ね普段とね違うのかっていうのをね検証できればなと思っています。はい、じゃあ高速入口来たのでちょっとね高速軽く走っていこうかなと思います。さあどんな違いがあるんでしょうか。制限速度80キロなんで、まあ、あんまり100キロとかで、ね、出せないんですけど、ストレーキの効果としてその直進安定性と、まあ、あとは車内 の, その静音性っていうのを高める効果が、あるみたいなんですけど、ローのノイズ的なのはちょっと静かな気がする、いや気がするだけかな、どうだろう。もちろんねその路面のね状況というか舗装状態によっても全然ロードノイズって変わってくるんですけど、ちょっと静かかな。そうだね、音に関しては、まあ、そこまでっていう感じかな。ただね直進安定性っていう部分ではちょっとねカッチリ感増してる気がします。こう指2本でね、まあ、あまりやっちゃいけないですけど、こういう指2本でも全然あのブレないというか、もう本当に綺麗にまっすぐこう走ってくれるような感じですね。あの以前よりかはねちょっとカッチリしてるような、そんな感触がいたします。まああとは燃費かな、燃費はちょっと今は分かんないですね。まあ、実際にこれは長期間走ってみてでないと何とも言えないんですけど、まあ、やっぱり最近の車はね燃費重視の車が非常に多いですので、そういった車にはね割とストレーキが最初から結構ね大きめ の, あのストレーキがついてたりもするので、
各メーカーさんがねこう採用しているということは、まあ、それなりに効果があるんでしょうねきっと。まあ、結構ねこのパーツお手軽というかコストもねあまりかからないので、まあ、一回試してみるのは全然ありだと思いますね。エッジケースの車高調を入れていたとしてもそれを加味してでもしっかりしてると思います。いいと思いますこれ。あすごい今ちょっとねこう緩やかなコーナーになってるんですけど、あれこんなに安定してたかな。あなんかコーナーが気持ちいいね。まあ時速80キロしか今出してないんですけど、まあ、これが100キロとかだとまた変わってくるのかな。出したいんだけどね。ちょうどねここから80キロ規制が終わるのでちょっと100キロまで出してみようかな。今の時間帯なんだろうなんかすごい混んでんな。ちょっと追い越し車線で100キロ出してみたいと思います。お、あすごい全然ブレんぞ全然力いらないですね。なんかすごい安定してる。あこれ100キロの方が分かりやすいですね。なんか80キロやとなんか変わってるかなぐらいだったんですけど、ごめんなさい80キロのレビューはただ気がしてるだけでした。え多分気がしてる100キロの方が分かりますね。そのロードノイズはそうですね80も100もなんかそんなに対して大きな差っていうのは感じないんですけど、安定性は全然違いますね。これはすごい。あこれはもう皆さんつけてください。これはつけた方がいいです。あもしついていない車でしたらね。まあ86、まあ、先ほど申し上げた通り、まあ、ちっちゃいのはついてるので、まあ、それなりに何だろうな乱気流みたいなのは、まあ、抑えられているとは思うんですけど、まあ、今回つけたやつ結構大きめのねサイズになるんでさらにね効いてますこれ。あこれは高速道路とか特に安心して走れますね。なんか本当に手添えてるだけっていう感じかな。あまあまあこういう運転の仕方はね良くないんですけど、添えて走っても何ら恐怖心というものがないですね。安心して走れますねこれは。こういうことか。こういうことね。今回のストレーキの取り付けの結果としては、まず下道ではもうほとんど分かりません分かりませんという多分僕が鈍感なせいだとは思うんですけど、下道ではごめんなさい分かりません。で高速で80キロぐらいで走ってたら、まあ、なんとなく、うん、なんか安定してるなっていう、まあ、その程度だったんですけど、100キロ出すとあ違いが分かるかなっていう感じです。いやこれはいいと思います。取り付けもそんな難しいものでもないし、物自体も安いし、これは試してみる価値は全然あると思います。はいということで、ここまでご視聴いただきありがとうございました。今回は86にストレーキをつけてみた、つけてみたというかより大きいものに交換してみたという動画でございました。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。ゆきろくでした。